とはドイツ連邦共和国ヘッセンンバルルデッククフランケンベルク軍の町村であるこの町は、その名の由来となった中低山地、ブルクバルトの最西部に位置する。町の行政機関は、同盟の集落にある。ブルクバルトは、フランケンベルクの南、バッテン、ベルクの東に位置し、大学都市マールブルクからは北に、約3 0トルにあたる。 この町は、ブルクバルトの北西端、西ヘッセン山地に属す。北西部のビルケンブリングハウゼン地区付近では、町域は、エーダー川の谷に達している。エーダー川は、町の北西部で、アレンドルフとの間の天然の町境を成している。ボッテンドルフ近郊をネムフェ川が流れている。この川は、フランケンベルクの近くでエーダー川に合流する。ゼルケンバッハ川は、 ビーゼンフェルトの近くに湧き出し、エルンストハウゼンと通って流れ、ベトシャフト側に合流する。ラインベーザー分水線が町内を通っており、エーダー側とその支流は、フルダ川を経由してベーザー側へ、ベトシャフト側とその支流は、ガーン側を経由してライン側に注ぎ込む。町内の最低地点は、ハッツバフハミューレ付近のエーダー側の谷で、海抜285メートルである。 一方、最高地点は、ベッデベルクの南西に位置する海抜433.5メートルの山である。どちらの山も、長域東部のオーバーホルツハウゼン集落と、ビラーセドルフとの間に位置している。長域の50%を森林が占める、この町は、ヘッセン州で最も森が豊かな自治体の一つである。ブルクバルトは、北は、フランケンベルク、東はハイナ。 南はローゼンタール、南西はミューニヒハウゼン、西はバッテンベルク及びアレンドルフと境を接する。この街は以下の地区からなる。カッコ内は文献上の諸出の都市である。この街はヘッセン地方で典型的な温暖タウの中央ヨーロッパの気候に位置する。風はおおむね西から吹き、湿った気団を大西洋から運んできて豪雨をもたらす。 ただし、ロタール山地東側の雨の影に位置するため、降水は少なめである。太陽性の影響は、比較的穏やかな冬と暑すぎない夏として、現れている。ビル・ケンブリングハウゼン、ボッテンドルフ、エルンストハウゼン、ビーゼンフェルトが、その成立を中世にまで遡るのに対し、ブルクバルト地区は、戦後になって、 旧弾薬貯蔵施設に新たに建設された地区である。この地区は1996年に改名されるまで、インドゥストリーホーフと呼ばれていた。ヘッセン州の地域再編に伴って、1971年7月1日に、ビル・ケンブリングハウゼン、エルンストハウゼン、インドゥストリーホーフ、ビーゼンフェルトが合併した。ボッケンドルフは1974年1月1日に、 これに加わった。ブルクバルトの長議会は27議席からなる。ロータルコッホは2009年5月からブルクバルトの長長を務めている。紋章の長部は青でその下に7回突部を持つ銀の強壁と、それぞれ2つの節を持つ4本の揉みの木の形で緑色の部分に分割される。その下に銀の丸太十字が描かれている。 この紋章は、青、緑、銀の色で構成されている。青は空、銀は、白の強壁と、丸太十字、緑は、木の小である。白の強壁は、ブルクバルトのケスターブルクを表す。強壁の上は青く輝く空である。強壁の下は、モみや頭皮の尖った小が描かれている。この部分は濃い緑色である。 ブルクバルトの紋章のもう一つの構成要素が、マルタ十字である。これは、四つの野党が、内向きに四つ放射状に配置され対象で、ビーゼンフェルト地区の歴史に由来する。ビーゼンフェルトは1238年に、西洋羽騎士団の騎士修道会管区として、建設された村である。ベトシャフト川沿いの湿地。ビオトープ複合システム。 オベーレスベトシャフトの一部である。TSV エルンストハウゼンのプレルボール部門と RSV エルンストハウゼンのサイクルフィギュア部門は広く成功を収めている。この町には約50のサークルや連盟があり、町内で活動している。ナーブブルクバルト・ブルクバルト環境グループは1991年9月10日に結成された。このグループはその翌年に ドイツ自然保護連盟に加盟した。現在このグループは約60名の会員を有している。活動の重点は、ビオトープや景観の保護、さらには、ブルクバルト北西部固有の動植物症の保護と回復である。現在、エルンストハウゼンとローダとの間に、ビオトープ複合システム、オベーレスベトシャフトを運営している。ビル・ケンブリングハウゼン、ボッケンドルフ、 エルンストハウゼン、ビーゼンフェルトでは、何、世紀にもわたって方言が形成されている。これに対して、ブルクバルトは、第二次世界大戦後に建設されたため、方言がない。住民は、自分たちの名前を、プラットと呼んでおり、低地ドイツ地方で話されている、いわゆるプラットドイツと混同しないよう注意する、必要がある。町の東部の沼地にエルンストハウゼンの林務官、 ハンスロスの記念碑がある。彼は1676年に密漁者によって殺害された人物である。エルンストハウゼンを通るラーニエーダー自転車道、マールブルクとコルバフ派とを結ぶ連邦道 B252 号線が町内をエルンストハウゼンからボッテンドルフに向かって通っている。ブルクバルト及びビーゼンフェルト付近をエルンストハウゼンから フランケンベルクへの軍道117号線が、通っている。また、ビーゼンフェルトから、ビル・ケンブリングハウゼンへの軍道118号線、ビル・ケンブリングハウゼンから、ブルクバルトへの軍道124号線もある。ビル・ケンブリングハウゼン、ビーゼンフェルト、エルンストハウゼンには、フランケンベルクからマールブルクへ向かう、ブルクバルト鉄道の駅がある。町内の駅は、 北平線交通連盟の料金体系に属している。ブルクバルト地区には駅がない。住民はビルケンブリングハウゼン地区とブルクバルト地区の中間にあるビルケンブリングハウゼン駅を利用している。この駅は VT628 型ローカルレールバスの停車駅である。数多くの整備された自転車道が町内を通っているビルケンブリングハウゼンの西を ヘッセン自転車道 R8 号線が通っている。また、ロタール山地のエーダー川水源から、その古田川との合流点まで川沿いに走る、エーダーアウエン自転車道もここを通っている。ボッテンドルフの東には、ブルバルトを通るヘッセン自転車道 R6 号線が通っている。マールブルクからフランケンベルクに至るラーンエーダー自転車道は、 南からエルンストハウゼンに入り、ボッテンドルフを通って、旧軍庁所在地のフランケンベルクへ向かう。5つの各地区には公民館があり、サークル活動や個人的な催しに利用されている。ボッテンドルフとエルンストハウゼンの基礎家庭学校では、4年生までを教える。幼稚園は、ビル・ケンブリングハウゼン、ボッテンドルフ、ブルクバルト、エルンストハウゼンにある。 この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。